こんにちは、しばとです。先日ですね、中古でマルチエフェクターを購入いたしました。購入したのはこちら、ボスの ME70 です。 ME70 もともとですね、僕は ME50 ボスの ME50 ですねをずっと使ってきておりまして、で、ここ最近もですね ME50 を使って弾いてみた動画をたくさん上げております。まあ、ぜひぜひそちらで音を聞いていただきたいんですけれども、今回ですね ME70 を買いまして、 ME50 とどこが違うのかというのをですね、音ではない部分ですね、音ではない部分で、もうつまみの部分であったりとかをご紹介させていただきたいなと思います。まあ、音に関してはですね、ここからたくさんいろいろ上げていきたいなと思ってるんですけれども、まあ今現段階でもですね ME50 で弾いてみたっていうのがですね結構上げてるので、こちら見ていただきたいなと。で、 ME70 で弾いてみたもちょっと上げますので、ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。今日はですね、どういう風なつまみとどういう風な進化の仕方をしたかっていうところを動画にしていきたいと思います。ではでは早速 ME50 と ME70 見ていきたいと思います。まずインプットの部分ですね、インプットとアウト、モノラルとステレオで、でライン、ホーンのアウトがありますね。ライン録音用ですね。で AUX とフットスイッチというふうな感じです。 ME50 ですね。で ME70、 こちら ME70 もインプット、アウト、ステレオアウトになっていて、レックアウト、ラインアウトがレックアウトになってますね。まあ、名称変わっただけで、あとは変わらずという感じです。じゃ上の段から見ていきましょうか。まあ、モニターがあって、で、マスターのレベル、で、リバーブ、ノイズリダクション系ですね。で、コンプレッサー。で、トーンモディファイと、まあ。コンプレッサーも、まあ、ちょっと簡易的な感じですよね。サスティンとレベルのみっていう感じです。で、トーンモディファイ。これはですね、結構面白いんですよね。音がですね、まあ、EQ であったり、コンプであったりっていうのをですね、自動でかけてくれると言いますか、このファットってなってるのが、ちょっと音が厚くなる感じですね。で、プレゼンスがシャキシャキな感じになったりとかですね。あとこの SH、逆に HS ってなるんですけど、これはシングルコイルをハムバッカー風にすると。で、HS はハムバッカーをシングルコイルっぽい音にするっていう風な感じですね。つまみ一つですごく使えます。アコースティックも入ってますね。これが上の段。で、ME70 の上の段なんですけれども、まあ、同じくモニターがあって、でまあ、エフェクトいじるのがあって、リバーブあって、ノイズリダクションがなくなりまして、プリアンプになってます。ここが一番大きな違いですね。プリアンプ、 ME70 にはプリアンプが入っていて、 ME50 にはプリアンプがないです。まあ、種類もですね 1,2,3,4,5,6 種類プラス EQ だけというふうな形でも使えますね。EQ ですね。で、こんな感じ。まあ、普通のアンプみたいな感じのつまみですね。これがついています。これがやっぱ最大の大きな違いでしょうね。ペダル見てみましょうか。ペダルはワウ、ボイス。で、プラス1オクターブっていうのが、まあ、ワーミーですね。ピッチベンドになりますね。マイナス1のピッチベンドと、モジュレーション系のレイトをいじれます。で、ディレイのレベルをいじれるというふうな、まあ、ペダルでディレイの深さとかを変えれるって感じですね。こっちはシンプルですね、ME50。ワウ、レゾナンス、ボイス、リングモジュレーション。で、オクターブのプラス1とマイナス1があります。結構ね、リングモジュレーションとか面白かったですよ。こう好きだったんですけど、まあそれなくなってますね、この機能ね。で、先ほどここにあったコンプレッサー、これはですね ME70 だとここになってます。ここにコンプがあります。そもそもの違いはですね、このフットのペダルが3つ、オーバードライブ、モジュレーション、ディレイ、
123というふうになってたんですけれども、 ME70 はですね4つあります。コンプのオンオフがついてますね。であとは一緒ですね、オーバードライブとモジュレーション。なのでコンプがこのレベルサスティンしかいじれなかったところがですね、こんな感じでコンプ TWAW アップ TWAW ダウン、まあ、これオートワウみたいな感じですね。でスローギアとかですね、まず先ほどトーンモジュレーション、トーンモディファイか、トーンモディファイに入っていたこの SHHS の機能がこのコンプの部分に入ってますね。シングル、ハム、ハム、シングル、あとソロ用、これはまあファット、先ほどのこのファットと同じ機能じゃないかなと、まあ、ソロの時にちょっと厚めになるんですかね、ミッドが出てくるような感じになるんだと思われます。でそしてつまみが2つだったものがサスティン、アタックとレベルビークまでいじれるようになってます。なのでコンプはすごく充実したって感じですね。トーンモディファイとコンプが、まあ、こんな感じでいじれてたんですけれども、それがまあ一緒くたになってオンオフできるようになりましたというふうな感じですね。続いてですがオーバードライブ見てみましょうか。オーバードライブ、これ ME50 のこのオーバードライブディストーションに関してはですね、ものすごく多いんですよ、種類が。こちら見てください。このメインのところ、この丸で囲んで、四角で囲んであるところと、この普通の OD1、OD2 ってあるんですけれども、要はですね、ここのね、バリエーションを押すとですね、この外枠の部分とこの内枠の部分でですね、音を変えることができるんですけれども、全部合わせると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、22種類、22種類の歪みをですね使えるようになってます。これはもう本当 ME50 の強みですよね。この種類も OD1 と OD2 が分かれてるっていうのはこれすごいですよね。でこのマフ、フェイスでオクターブファズとかですね、ファズも充実してますし、モデリングですね、ガバナー、ラットのモデリング、まあ、ディストワンというか、まあ、ディストプラスですね、スクリームとかですね、この辺も充実してます。で、つまみがですね、ドライブ、ボトム、トーン、レベルというような感じですね。ちょっとこっち見てみますか。ME70 はですね、まずね、つまみの数が減ってます。こっちだ。ドライブ、トーン、レベル。ドライブ、トーン、レベル。ドライブ、ボトム、トーン、レベル。ボトムが減ってますね。ボトムが減ってはいるんですけれども、要はですね、このプリアンプを EQ にして、もっと細かいボトム設定ができるよっていうことなんですよね。なので、ここのつまみはトーンだけになってます。で、歪みの種類がですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ですね。10個になってます。ME50 で22個あったオーバードライブディストーション系の歪みが10個になってます。10個になってるんですけれども、プリアンプと一緒に使うと、バリエーション的には増えるってことですね。なので、シンプルにはなってるんですが、プリアンプと組み合わせてもっと細かい音作りができますよっていう感じですね。続いてモジュレーション、モジュレーションですね。モジュレーション10種類ですね。でつまみ3つ、でこちらも10種類でつまみ3つと変わらずなんですけれども、質はですね格段に上がってます。このもう言うなればですね、 ME50 の僕欠点というかですね、ちょっともうちょっとどうにかなんないかなと思ってたのが、このモジュレーションの部分なんですよね。まあ、フェーズであったりフランジャーであったりですね、コーラス含めいまいちだっ
ったんですよ。いまいちというかですね、音の質が悪いとかではなくてですね、コントロール機能がこういまいち言うことを聞いてくれない感じだったんですけれども、そこに関してはですね ME70 結構いい子になってます。聞きの良い子というか、いい感じの子になってますね。なので非常に使いやすくなったなと思います。あとですね ME50 なぜかこれモジュレーションを押すとですね、ブーストがかかったかのように音がでかくなってたんですけれども、まあ、そういったバランスもですね ME70 良くなってますね。非常に使いやすい感じのモジュレーションになったと思います。で続いてディレイなんですが、まあ、これはですねほとんど変わらずっていう感じです。うん、まあデジタル感はあるんですけれども、僕はこのアナログっていうのですねをよく使ってるんですけれども、これは結構自然な感じがして非常に良いなと思います。まあ、ディレイ機能はですね以前から非常に良かったので、まあ、それをいい部分を受け継いでさらにちょっと細かくできるようになったのかなと思いますね。フェイザーのループであったりとか、コーラスとディレイがプラスされていると、モジュレーション系のディレイをかけることができるようになりました。まあまあ流行りもんじゃ流行りもんですよね。ができるようになりましたっていう風な感じですね。復習します。大きな違いはまずコンプがペダルになったというところと、ME70 にはプリアンプがつきましたというところと、オーバードライブ22種類のエフェクトがあったものが10種類になりましたと、まあ、でも10種類になったけどプリアンプがあることによって音を細かく作れるようになりましたと、でモジュレーションは質が上がりましたと、でディレイに関してはもともと良かったものがまたさらに良くなったような気がしますという感じですね。あとペダルですね、ペダルに関しましてはワウデジタルっぽいですけど僕は結構好きですね。もともとワーミー3とかのワウ、デジタルワウも大好きだったので、あとワーミーも、うん、全然使える、ライブとかで使えるレベルだと思います。まあ、つまみというか機能的な面ではこんな感じの違いが出ましたよと。まあ、サイズはまあ一緒っすね。サイズはまあもう一緒です。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。 ME70、まあ、ME50 との大きな違いはやっぱこのプリアンプですよね。プリアンプの機能がついたかついていないかというところなんですけれども、まあ、ME50 の場合は普通にアンプのインプットに挿してエフェクターとして使うっていう感じだったんですが、まあ、こちらの ME70 はですねプリアンプがついているので、まあリターンに挿してこっちの方でもう音作り、プリアンプで音作りをしてブースターとしてエフェクターを使うという風な使い方もできるんで、まあ、幅広くなったのかなとは思います。まあ、動画中でもお伝えしてるんですけれども、僕の一番いいなと思った部分としてはモジュレーションが進化してくれたっていうところですね。そこがやっぱりちょっとストレスがなくなったかなと思います。ぜひぜひですね、これからもたくさん音動画上げていきますので楽しみにお待ちくださいませ。 ME50 の音もたくさん上げてるのでそちらもですね、まあ、非常にいいです。家で使う分には非常にいいし手頃な価格で今手に入るので、そちらもぜひですね安くあったら手に入れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。